吉本プラモデル部チャーリー板垣です。まあ多分模型あるあるだと思うんですけど、欲しいキットが、探しても見つからないってことはあるじゃないですか。まあキットだけに限らず、まあ、欲しい、まあ、ツールなどがないっていう場合もありませんか。で、僕過去にそれ3度経験してて、まあ一つ目がこれですね。はい、はい、こちら瞬着効果スプレー、これを、探したんですけどなかったっていう時と、こちら、はい、ウェザリングカラー、これですねこれも一時期なかったんですよ。あとこれですね、こちら、はい、ミスターカラー薄め液特大、はい、特大以外のちっちゃい小瓶に入ってるやつとかはあったんですけど、なぜか特大だけ売ってなかった時もあったんですね。で今回、まあタイトルを見ていただけたら絶対わかると思うんですけど、4回目来ちゃったんですよ。でその4回目のものがこちらですね。はい、ガイアノーツさんのアルティメットホワイト。今このアルティメットホワイトを探して、まあ、3店舗くらい、まあ、行きつけのお店行ったんですけど、まあ売り切れだったんですよね。ということで、まあこれ売り切れなんで、まあ、だってせっかくでしたらこれをちょっと探しに行くってのを動画にしてみようかなと思いまして、はい、今回はこちらアルティメットホワイトを探す動画とさせていただきます。じゃあそれでは早速アルティメットホワイト探しに行ってまいります。はい、今横浜駅に来ました。横浜駅は、こちら道路を挟んでヨドバシさんがあるので、まずヨドバシさんに行きたいと思います。今ヨドバシ行ってまいりましたけど、どうやら聞いた話によると、聞いた話とか店員さんに聞いたら、ヨドバシ全店でもうアルティメットホワイト今お取り寄せ状態らしいです。で、まあ、結構、まあ、待たなきゃいけないんで、はい、まあ、次のところ行きたいと思うんですが、そうですね、アマゾンで買えよって思われてる方もいらっしゃると思うんですが、アマゾンの値段、はい、このようにちょっとプレでついちゃってるんですよ。さすがにちょっとプレで買うのは嫌なんで、はい、まあ、横浜もう一回ボークスあるんで、ボークスに行ってみたいと思います。はい、ボークスさんが入っている建物まで来ました。はい、ちょっとびっくりするくらいおしゃれな建物なんで、ボックスさんちょっとあるかね、一見分かりづらいんですけど、この中にあります。この、はい、ビバレの中にですね。はい、じゃ早速行ってみたいと思います。ボックスさんの方に行ってきたんですけど、9階にあるボックスさんですね、やっぱなかったです。なかったんですけど、その下に、ブックオフがありまして、ちょっと僕その下のブックオフでこれ買っちゃったんですよ。これ89式戦車、こちら、まあ、Q さんが以前中村さくらさん乗せたバージョンで作られてたとやつと同じキットですね。以前その下のブックオフ、まあ、あんま戦車品揃え良くなかったんですけど、今日行ってみたらなんかめちゃめちゃあったんですよね。もしかしてね、モデラー引退されたか、旦那さんが勝手に、ね、奥さんに売られちゃったかごとく、もうめちゃめちゃあったんで、ちょっとこれ引かれちゃって買っちゃいました。まあでもボークスさんのこの、ビルを挟んで隣に、あ、映ってるかな今これ、あ、映ってますね。はい、ビッグカメラあるんでそっちにもちょっと見てみたいと思います。はい、今3日目出たんですけど、この3日目塗料の扱いがない店舗でした。はい、ということで、まあ、横浜は全滅ということですね。あ、どうしましょうか。まあ、ちょっと、まあ、いろいろ考えて次行きたいと思います。はい、本来はちょっとこの手はあんま使いたくなかったんですけど、はい、秋葉原に来ました。さすがに秋葉原ならもうこのラジオ会館、はい、ここならばもう絶対あると思うんで、じゃあ最終手段行使していきたいと思います。はい、秋葉の、ラジカン以外も、いろいろ回ってみたんですけど、意外ですね、やっぱりないもんなんですね。どうしましょう、ちょっと日が暮れてきたんで、とりあえず一回ちょっとまた考えたいと思います。
はい、渋谷の東急ハンズに来ました。ね、ここは渋谷で唯一、はい、ガイアさんの塗料が売ってるとこなので、ね、もしかしたら最後の、ね、ワンチャンかけて、ね、もう外もこんな暗いんで、はい、最後のワンチャンということで行きたいと思います。今、ハンズさん出たんですけど、ラストチャンスということで行ったらありました、アルティメットホワイトありました。はい、ね、意外にね、あんま渋谷モデラーとしては渋谷めちゃめちゃなんでしょう、なんか品揃え悪いなって思ってたんですけど、いや良かった、ハンズさんがガイアノースさん扱ってて、はい、ということで、はい、はい、すいません、ちょっとね、変な感じで動画切れてしまったと思うんですけど、携帯の電池が途中でなくなってしまいました。なくなったんですが、はい、こちらこの通りちゃんとアルティメットホワイトをゲットすることができました。アルティメットホワイトと一緒に、どこ置いたっけな、あ、これだ、はい、こちら、こんなものを見つけましたね。プレミアムガラスパール、僕ちょっとこれ知らなかったんで、もうせっかくなんでこれも買っちゃったんですよ今回。買い物に行ってみて、まあ自分では結構もういろんな店知ってると思っていたんですけど、あれですね、やっぱプラモデルキットですね、売ってるお店はやっぱある程度わかるんですけど、こう塗料を売ってるお店ですね、やっぱそこがあんまり把握してないっていうか、ネット情報とかでも模型売ってるっていう店は割と出てくるんですけど、塗料売ってるってなるとちょっとそれ出てこないんで、まあそこはもうやっぱり、まあ、これから自分の足でいろいろ開拓していきたいと思います。でやっぱネット通販とかで買った方が便利だし早かったりするんですけど、まあやっぱ僕は、まあ、自分の足で探しに行きたい派なんですよ。なんでかっていうと、まあこれですね、今日こういう風に自分の足で歩かないとやっぱ見つけられないキットとか出会えるんで、なるべく歩いてね探すようにしてます。まあということで、今回は、こちらの本来の目的のアルティメットホワイト、はい、無事ゲットすることができたということで、皆さんチャンネル登録高評価お願いいたします。以上、吉本プラモデルのチャーリー・テナキでした。